合同会社チキワールドコネクトコーラの中村です。合同会社チキワールドコネクトコーラの樋口です。よろしくお願いします。せっかくクラフトコーラを作るのであれば、そういった地元のものを使いたいと思いました。吹田といえば万博公園とか太陽の塔で、そして思い浮かんだのが吹田くわいでした。で、吹田くわいのことを知れば知るほど、やっぱりぜひコーラに入れたいと思いました。あの吹田くわいってもう量がもう極端に少ない作物なんです。で、その吹田くわいを使わせていただくということで、しっかりコーラという商品になるかどうかというのは正直不安でした。でも吹田くわいをスパイスと合わせてみると、スパイスの角が取れてすごく美味しいコーラが出来上がりました。そうですね、より濃くなりました。さまざまなイベントとか企画とかで吹田市をアピールする機会が増えました。で、今日もですね、この桜カフェさんで大阪学院大学葛西ゼミさんの学生さんたちと一緒にこういうカフェが開けて、すごく嬉しく思ってます。地元吹田のこと、吹田くわいのこと、都市型農業のこと、そして本業である福祉のことを広く多くの方に知っていただけるように、マルシェや商品販売をしていきたいと思っています。夢は日本だけでなく世界に広げたいと思っています。